切らずに若返る。果たしてそんなことが可能なのか。カリスマドクターたちの神業をとくとご覧あれ。切らない若返り施術審査。果たして3人は一切メスを使わずにどう若返らせるのか。審査のポイントとなるのは、腫れないで内出血も少なくですね、すぐにお買い物もできるぐらいの仕上がりにですね、それでいてこう若返っているっていう結果を出せるかっていう部分なんですが、私としてはメス使った方が簡単だと思ってしまいます。ヒアルロン酸ボトックス、メス使わない治療はセンスが問われると思っております。非常にそのセンス見てみたいなと思いますね。まずは顔の足し算引き算を使い分ける小泉雄太ドクター。森田さんの悩みは目の下のたるみとクマ、顎の梅干しじわが原因の老け顔。これを若返らせる顔の足し算引き算とは。まずはリフトアップ効果のあるマシーンハイフを頬に照射。内出血のリスクを避けるため顔を十分に冷やし、小泉ドクターが始めたのは、緊張しますね。何やら2色のペンを使ってマーキング、どこに打つかのデザインですね。ピンクはその自分の中で、まあ、血管とかあと大事な神経とかがあって、まあ、自分の中で注意して打つポイントっていう感じですね。実は顔には様々な神経が張り巡らされており、その神経を傷つけずに行うようマーキングしているという。ここからヒアルロン酸を注入していくのだが、小泉ドクターならではの打ち方が、もう本当に骨にガンって当てて打ってます。だから完全に骨の上に今打ってます。そうなんだ。通常より深い位置に注射することで筋肉と皮膚を骨が萎縮する前の位置に持っていく。骨に打つんだ。まずは一番の悩みだった目の下のたるみを改善するため、注射器を垂直に立てヒアルロン酸を深く注入。ここも骨がへこむんで、ここの離状下っていうここの鼻が入ってる骨がなくなって、だんだんこう鼻が広くなってくるんですけど、ここにガツッと打つ。顔の土台となる骨をヒアルロン酸で補強した後は、皮膚のやや浅い場所に注射していき、シワとたるみを内側から膨らませ足し算は終了。でもこれぐらいがいいかなと思います。ほっぺたにある程度ボリューム出しすぎても、重くなっちゃうんで、ここが全然違う。そうですね。あ、本当だ。そしてここからはバランスを整える引き算ボトックス注射。この方結構顎の緊張が強いので顎は強めに打ちます。ただおでこ重くならないようにおでこは控えめに打ったり、そのひしわの深さとかによって打つ量を深さコントロールしてやります。梅干しじわの原因となる顎の筋肉をボトックスによって軽減。さらにおでこのシワの原因となる筋肉にも注射していく。最後に脂肪溶解注射をフェイスラインに打つことで、足し算と引き算の最終バランスを調整し終了。果たしてこれでどこまで若返っているのか。そして技術指導医たちの評価は。続いては女性支持率ナンバーワン、光と影を操る天才高橋祥子ドクター。年齢によるたるみ、ほうれい線、さらに目の周りのへこみが悩みだという52歳の木村さん。果たして高橋ドクターは光と影を操り、この顔をどう若返らせるのか。さあ、これから注入の治療を始めていきます。グッとしますね。まずは頬の外側にヒアルロン酸を注入。胸に対して垂直に注入します。骨なんだ。骨に対して垂直に打つ、これは顔に光を集めるために最も大切なポイント。
骨にボリュームを足したいときはその骨のボリューム足すためには垂直に足さないと、この面をボリューム出したいのにこう入れてもこっち側しかボリュームが出ないので全体を膨らました、うん、で、打つた場所の骨に対して垂直に打ちます。骨なんだ、老化は骨なの。年齢を重ねると顔全体に凹凸がなくなり、のっぺりすることで老け顔になるのだが、ヒアルロン酸を頬骨に垂直に打つことで頬を一気にボリュームアップ。頬の頂点を作ることで光が当たる場所を調整し、顔にメリハリが生まれ若返って見えるという。これはチークやハイライトの効果をヒアルロン酸で生み出す女性ならではのテクニック。え、すごい、メイクしたみたいになってる。さらに特にこの眉毛の上、額の外側のへこみが強いので、この方はそこ中心に入れていきます。おでこにもヒアルロン酸を注入。実はおでこも若返りにはかなり重要なパーツ。丸みのないおでこは全体的に暗く老けた印象をもたらすが、おでこが丸くなるだけで顔全体に光が差し、一気に若返った印象に。本当だね。そこで高橋ドクターは綺麗な湾曲を描いたおでこになるよう扇形にヒアルロン酸を注入していく。扇形、どうやったら一番額が滑らかになるかっていうのをこう何度もいろんな角度から見ながらちょっとずつ足していくっていう感じですね。すると丸みが、自然な丸みが出たかな。すごい、うん、綺麗できましたね。すごい、あ、すごい。途中経過にもかかわらず思わず感動してしまうほどの綺麗なおでこが。さらにここにボリュームを出してあげるとこうなると引っ張られるんですよね。エラに固めのヒアルロン酸を入れることでマリオネットラインを引っ張り解消。入れるんだ、ね、そこに逆に。普通なら糸リフトなどを使って引っ張り上げるところだが、高橋ドクターは手軽なヒアルロン酸でもカバーできるという。果たしてこの施術、審査員の評価は。最後はヒアルロン酸の魔術師、奈良院小林康俊ドクター。田中さんの悩みは顔全体のたるみと額に深く刻まれたシワとほうれい線、そして通常は外科的手術が必要となる目の下のクマのたるみ。一切切らずにヒアルロン酸だけでどう若返らせるのか。難しいですよね、これ。まず取り掛かったのは額のシワ。小林ドクターはよりリフトアップ効果が出やすい弾力の強いヒアルロン酸をチョイス。針を横にして刺すことで額全体にまんべんなくヒアルロン酸を行き届かせていく。すると押されていく感じしますね。何これ、何やら額を金属の皿でこすり始めた。ヒアルロン酸を入れると少し凸凹するので、それをまんべんなくちょっと慣らすという意味で。弾力の強いヒアルロン酸の場合、見た目にはほぼ気にならないのだが、多少の凹凸が出てしまうことがあるという。そのため通常はその隙間を埋めるようにヒアルロン酸を打つのだが、慣らし作業を行うだけでヒアルロン酸の使用量だけでなく施術費用も抑え、さらに自然な仕上がりになるという。ひと手間だな。その後も顎、ほうれい線など部位ごとに細かく種類を変えながら次々とヒアルロン酸を打ち込んでいく。そして本来のちょっと王道ではないんですけどね、はい、まあ、ヒアルロン酸っていうのを使っていってですね、はい、まあ、どこまでちょっとそこが緩和されるかどうか、うん、本来外科的手術が必要となるクマ、
果たしてヒアルロン酸の魔術師小林ドクターはどうアプローチするのか。まずは頬の骨膜上に柔らかいヒアルロン酸を入れます。頬の深い位置に柔らかめのヒアルロン酸を入れる。そして次にやや固めのヒアルロン酸を皮膚の浅い層に入れます。強度の違う2種類を深さを変えて入れる。一体これでどういう効果があるのか。同じ場所なのに。そもそもクマは目の下の脂肪が垂れてくることで目立つようになる。この脂肪は外科の手術でしか取り除けないのだが、小林ドクターはこのたるみ全体を引き上げるため深い位置に柔らかいヒアルロン酸を打ち、硬めのヒアルロン酸を入れることでこの段差を解消。メスを使わず目元を若返らせる作戦。さらにこの後目尻のシワなどにボトックス注射を打ち施術は終了。一体どこまで若返らせることができたのか。まだ完成形ではないというか、はい、ボトックスが今から効いてきますので、はい、楽しみ。こうして全てのドクターの施術が終了。果たして施術部門で最も高得点なのは誰なのか。ヒアルロン酸だけであんなに人によって打ち方が違うんだなと思って、おでこでこう垂直に打つ方もいれば上から打ったり横から打ったり、逆に言ったらもうあんなに違ったらすごいドクター重要なんだなって思っちゃうから、本当になんか素敵な方にやってもらいたいですよね。なりますよね。はい、まずは顔の足し算引き算を使い分ける小泉ドクターの得点を発表。9点、8点、7点、合計24点です。ところどころに配慮が見えたんで、まあ、冷やしたりとか目の下の麻酔のテープを貼って、はい、でそれからちゃんと注射したりとかその辺の配慮をちゃんとされてるんだなって思ったし、一方西川先生は7点ということなんですけども、あの左手の使い方が、はい、針をこう刺すときにもうちょっと、せっかく先生血管とか神経とか避けたいところを理解してるんであれば、そちらに製剤や針が向かないような向きで左手を添えるとより安全に治療が行えるかなと思って見てました。すごい西川先生の見るところがすごい。本当にお上手だと思います。あのプラスで言うとちょっと左手の使い方がもうちょっと工夫できたかもと思って見てました。見てなかった。続いてヒアルロン酸によって顔に光を集める施術を見せた高橋ドクターの得点は。9点、9点、8点、合計26点です。おー、なかなかの点数がつきました。前額部、額、こめかみのヒアルロン酸注入、見させていただいて、あの部位なかなか難しいんですよね。綺麗に入れるの難しいですし、凸凹がないようにこだわってやっているなっていうのは十分感じられましたね。打ってる姿勢が良かったですよね。あの体の姿勢、外科でもそうなんですけど、すごく遠くから見てても、あ、この先生は手術が上手な先生か上手じゃないかって10メートル離れても分かるぐらい姿勢ってすごく大事なんですよ。あ、この人は多分上手に打つなっていう結果見る前からうまいっていうのが分かるんで、あ、まあ非常にその辺は僕の中でいいなとは思います。ちょっとね、今スタジオで全員が背筋をピッと、そうなのよ完全に背筋がピンと伸びましたけど、はい、おっしゃる通りですよ ね。そして最後は唯一の男性を施術した小林ドクター、その得点は。8点、9点、9点、合計26点です。注入する層によって製剤の選択を変えているというところが非常に工夫として分かりやすいなと思いました。あと先生多分あの針をパーツによってちょっとこう曲げたりとか、あの非常に針の使いこなしがあのお上手だなと思って見てましたね。はい、ここまで2つの審査を終え高橋ドクターが一歩リード。まだまだ誰が優勝してもおかしくない展開。そしていよいよ最終審査、ビフォーアフター部門。いでよ、新たな美を手に入れた生まれ変わりし者たちよ。お客さんの悩みをいかに解決できたか、
元の顔からどれだけ若返ったのかを基準に採点。果たして各ドクターはどんな若返った顔に生まれ変わらせたのか。メスを使わない若返りナンバーワンドクターがついに決定。果たして優勝は誰の手に。まずは目元のたるみとクマ、顎の梅干しじわが悩みだった森田さん。小泉ドクターはこれをどう若返らせたのか。オープンザニューフェイス。すごい。綺麗じゃないですか。お肌の張りがすごい、ね、びっくり。すごく華やかで、とてもさ、なんかご自身笑顔がね、苦手っておっしゃってたんですけど、なんか自然に笑顔になられてるような、なんかちょっと心の嬉しさがお顔に現れてるような、全体的にバランスよく全てが綺麗になってます、はい、仕上がりはご覧になっていかがですか。大満足です。大満足。大満足。はい。周りの方の反応っていうのも何かありましたか。変わったねってすごく言われて、はい、明るくなったねって、うんうんうん、小泉ドクターとカウンセリングもされてましたけども、いかがでしたか。とてもいつも親身になって、はい、相談に乗っていただいて、安心してお任せすることができてとても良かったです。良かった。はい。続いては年齢によるたるみ、ほうれい線、目元のへこみが悩みだった木村さん。高橋ドクターはこれを光と影を駆使しどう若返らせたのか。オープンザニューフェイス。おー、綺麗。すごい。みんな綺麗。輝いてる。すごい。光を集めてますよ。すごい。いや、もうビフォーの方の昔の写真って感じ。アフターのすごい。さりげないの周りにいらっしゃる方は何が変わったかわからないけど、なんか知らないけどお綺麗ねっていう風に感じられるんじゃないかな。仕上がりいかがでしょうか。びっくりしました。はい。どのあたりに驚かれました。もう10年前より綺麗になってたのがすごく感動しました。はい。実際ご自身のメイクの仕方っていうのも変わりますか。あ、変わりました。ハイライトとか一切入れなくなりました。え、これで入れてないんですか。すごいな。そして3人目は今回唯一の男性、田中さん。悩みは顔全体のたるみと深く刻まれた額のシワとほうれい線、さらに目の下には本来外科的手術が必要なクマがあったが、小林ドクターはこれをどう若返らせたのか。オープンザニューフェイス。あ、あ、明るい。すごい。全然違う。これはすごい。おでこのシワどこ行っちゃったんですか。すごい。かっこいい。バーカウンターであちらのお客様からって言ってカクテルもらいたいです。なんと言ってもこの目の下の部分いかがでしょうか、アンジュさん。今言われるまで気にならなかった。本当、カウンセリングの時に5年前の写真を見つけてお店になったじゃないですか、はい、あの5年前とお比べになっていかがですか。いや、今の方がいいかなって。おご覧になった時どのように思われましたか。いや、もうやっぱり一番がこの顎のたるみがないのと、あとやっぱりここ目のたるみっていうのがもうやっぱりこううまいことなくなってる。で、おでこもすごいこう僕自身気にしなかったんですけど、まあ、周りがもう全然ここを見て一番にむっちゃ若なったなって言って。知らない若返りナンバーワンドクターが決まる最終審査、ビフォーアフター。果たして審査員はどんな評価を下すのか。いよいよ決着。最後もう1点増やすための何かないですか。大丈夫ですか。あ、言っていいですか。言っていいですか。あ、情熱。ありがとうございます。あ、でもごめんなさい、減点です。つながってた。すいません、ちょっと余計なことやっちゃいました、ね、もう何も喋らないです、ね、まず1人目小泉ドクターの得点オープン。
9点、10点、9点、合計28点です。やりました。いや驚きました。先生は、まあ、足し算引き算とおっしゃってましたが、足し算の方が勝つ場合が多いんですよね。なるほど。要は膨らんでしまうと、なかなかこう表情筋も強い方ですから、あそこまでこうナチュラルに仕上げるのはなかなか素晴らしい技術だと思いました。ボトックスを結構使っているのに表情を無表情にしていないというか、かえって表情がいい感じに良さをすごく引き出したっていうか、うん、続いて光と影を操る天才高橋ドクターの得点は8点、9点、10点、合計27点です。まずもうこのアフターが華やかで女性らしくて、そして自然な仕上がりで、あ、こういう風な仕上がりになりたいなとまさに思えるような結果だったかなと思います。で、終始一貫してちゃんとメイクを大事にして、その通りに仕上げているっていうのがまさに素晴らしいなとは思ったんですけれども、田野先生もすごすぎちゃって、そうですよね、もう無理やり点数つけたって感じです。ここまでの暫定1位は高橋ドクター。しかし小林ドクターが30点満点を取れれば逆転優勝。果たして小林ドクターの得点は。小林ドクターの得点オープン。10点、10点、9点。あ、知らない若返り美容外科医ナンバーワンは小林ドクターと高橋ドクターに決定しました。すごい、すごいですねこれ。はい、いや、もうまさか予選通過するとも思わなかったので、もう感無量です。本当にもう皆様のサポートのおかげです。もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。泣きそう。1位ですよ。1位ですもんね、本当にみんなのおかげなのでありがとうございます。いや素晴らしい。患者さんの皆様が本当に素晴らしくお変わりになられているので、点数なんて本当はもう全員10点、ね、10点、10点だったんだと思うんですよね。先生方も皆さん心が綺麗になるだけじゃなくて、心がすごく明るくなって幸せになってるっていうことがすごい素晴らしいと思って、私も感動しました。もう高橋先生。何よりですね、お三方ともですね、お客様の本来の良さを本当に引き出してるなっていうところがすごくよく伝わってくるので、本当に自然な笑顔を引き出したので、素晴らしいなと思います。See you, Real Doctor Again.